ちょうど機会がありますんで、その映像も盛り込んでいけたらいいかな。ちょっと見てみましょうね。あ、違う。この辺は俺が撮ったやつ。あ、これだ。みんなからの写真。はい、ここに入っております。縦か。縦は使いづらいな。縦ばっかりだったらどうしよはい、お疲れ様です。今日は12月15日です。はい、今日はですね、午前中のレッスンから、もう間もなくスタートしまして、で出張レッスンがあります。あとは夜もね、こちらでのレッスンがね1個入ってますね。で昨日ね、ロジックのサウンドライブラリーのアップデートしたんですけども、最終的に出来上がったサイズは70ギガぐらいで、もともとと大して変わってないということで、なんかどうなんでしょうね。ダウンロードしてる画面では60ギガぐらいダウンロードしてるっていう様子だったんだけど、もうあるやつはありますよねみたいな感じで、入れ替えみたいな、うまくやってくれたのかな。もともと70の60ので、なんか130ぐらいになっちゃってんじゃないのと思ってね、朝開いてみたら、まあそんなことはなかったという話でございます。はい、まあ、言うてもでかいけどね。まあそこがロジックのいいとこでもありますよね。もう別に音買わなくてもとりあえず入ってますよっていうのはね、まあ、それがこう使えるかどうかっていうのはまた別の話なんですけど、オーケストラもパーカッションも管楽器全部入ってますよ、ね、ギターのアンプとかも入ってますよっていうのは非常にありがたいですよね。朝ひげ剃ってやってちょっとここ切っちゃってさ、油断した。ちょっと雨降って、はいはい、はい、午前中のレッスンが終わりまして、出張レッスンに向かいたいと思います。今日は高円寺でございます。で、七重さんのとこなんですけど、この間の銀座のねライブの一応反省会をやるということを聞いております。まあ大丈夫だったと思うんだけどな。お腹すいたな。ちょっと早めに出てきたんで、どっか適当にご飯入ろうかな。何がいいかな。はい、出張レッスン行ってきました。まあ、主に反省会だったんですけども、でも全然うまくいってたというか、あれなんか連絡来た。ああ、明日のね、明日アナのレコーディングだからな。まあいいや。で今日はね、戻って夜に、レッスンがもう一個あるんですけども、先ほどね、七重さんと話してて、今回のライブというかイベントのまたダイジェスト版のね、
まあ、ショートムービーみたいなやつを作ってほしいということだったんで、まあ、早速それ帰って手つけてみようかなと思います。今週末までにはそれをあげるというふうに、段取りが決まりましたんで、とりあえず、作り始めてみようかなと思います。まだ明日の Vlog 手つけてないんだけど、それもやりつつだな。はい、じゃあとりあえず戻ります。はい、戻ってきまして、ここから、動画の編集をやっていきたいと思います。明日の Vlog ですね。で、今日夜に来るはずだった生徒さんからですね、連絡が来て、ちょっと仕事が終わんないんで別日にできませんかということで、レッスンがねキャンセルになってしまいました。ということでちびちびやりながら動画作っていきます。とりあえず明日の Vlog から行こうかな。帰りちょっと言ってましたけど、明日がねアナの、ボーカルレコーディングですね。それで1日出ちゃってますんで、今やっとく必要がありますね。いや、すっげえ勢いで喋ってんだけど、この人。ちょっと待って。いや、全然終わんないっす。今2時間ぐらい多分やったんじゃないかな。で、12分なんですよ、今。で、これね、見えてるか分かんないけど、ここまでが今、頑張って編集したところで、その後、こんだけあんのよ。何が起きてんの、これ。どんだけ喋った？なんか買い出し行ってる。しかもなんか料理始めてる。長いね。これカットしよっかな。大幅に。長すぎるよ。で、この後、七重さんの動画も手出したいなと思ってますから、ここでね、時間取られちゃってると、よろしくない。参ったな。はい、もうすぐ終わります。だいぶカットした。最後喋りすぎて長いから。で、これが14日ですね。よし、で、明日ね、アナのボーカルレコーディングに、まあ、行くんだけど、正直ね、よくわかんないんだよね。自分は。アナも来てくれって言うし、ジェフも行ってくれって言うから行くけどさ。いや、行ったところで、まあ、前回も、レコーディング参加しましたけど。I think between this one and the last one, I like parts of this and I like parts of the last one. What do you think, Daisuke? I like this one though. I like this one better, I think too. どっちがいいって言われて、まあ、こっちの方がいいかなとか、まあ、そういうのは言えるよ。単純に好みでさ、ここはこっちの方がいいんじゃないとか、まあ、そういうのは言えるけど、まあ、正直ね、歌い回しとかさ、英語なわけじゃん。その辺は分からんよね。まあどうなんだろうね。マイクとかがいればまたね、こっちのいいんじゃないとか、そういうのもあるかもしんないけど、もう単純に自分の好みみたいになっちゃうしな。まあ撮ってる人の気持ちというか、なんだろう、ね、レコーディングしてる人の気持ちも分かるんで、人に言ってもらった方が次に進めるとか、あ、これで OK なんだ、じゃあ次行こうとかっていうのが
判断がこうね、自分じゃないっていうのは結構大事ではあるんですけど、自分がね、こう、いいか悪いかをこう、決めてると、まあ、一人でここでさ、ギター取ったりしてると、わかんなくなってくんのよ、だんだん。で、こだわり出してさ、何回も何回もってやって、時間がすごい、結局かかっちゃうから、だから、そこでこう、誰かがいて、あ、いいよ、もうそれで、みたいな。まあ、そんな言い方してしないけど、今のよかったよ、こっちで行くから、次のとこ行こうって言ってくれたらね、あ、そっかっつって、進めるからさ。確かにそういった意味では、アナがね、こう、来てくれって言ってんのもわかんだけどさ。まあ、正直よくわかんねえなっていう、自分の意見は、大して参考になんねえだろうなとは、個人的には思ってるんですけど。よし、書き出しですよ。今回マイク来んのかな。なんか彼のインスタかなんかで見たんだけど、なんか大きいスタジアムっぽいとこでライブやってるのが上がってきてたんで、もしかしたらなんかのツアー中なのかもしれないですね。特にイズマティックのスレッドとかそういうとこには入ってきてないんで、マイクのなんかリアクションがね。じゃあこれの書き出しをやってる間に七重さんのやつやりますか。今回はダイジェストだから、あ、でもベースは前回の CM みたいな感じでいいかも。ダイジェストって、ディジェストみたいな感じだっけ、これスペルが分かんない。ディジェストみたいな感じだっけ。あ、そうっすね。一応001にしようか。で、前回作ったこの CM を元に映像を入れ替えていこうかなと思います。今回ね、一応チャリティーのイベントだったんで、その一緒にやってたやつが、その団体さんの方にも、まあ、送ったり見てもらったりとか、そういう風にやるっぽいんですよね。前もなんだっけ、ルバートっていうお店でやった時にもこのダイジェストは作ったんですけど、その時のようなイメージでっていう感じで、これレイっていう NPO だっけ、団体のロゴとかそういうのも入ってるし、ハートカクテルのこのロゴも入ってるし、これでいいんじゃないかな。これをもう一旦コピーし、ダイジェストの方に貼り付け、とりあえず。で、文字はこれ入れ替えますんで。で、当日やった内容っていうのはもう、七重さんのプロジェクトの専用フォルダーがありますんで、そちらから良さそうなやつを入れていくと。で、そうだ、お店のそのスタッフの方が撮影した当日のカメラの映像とかそういうのもね、 LINE でバーッと送られてきてて、でそれもダウンロードしてあります。で Vlog ではね、それもう編集が間に合わなかったんで使ってないんだけど、ちょうど機会がありますんで、その映像も盛り込んでいけたらいいかな。ちょっと見てみましょうね。縦は使いづらいな。こうやって聞くと結構音はバランス良かったんだなと思いますね。当時自分が置いてたカメラの位置っていうのはすごく後ろの上の方で、お客さんの喋ってる声とかガチャガチャしてるやつがかなり入ってて、バンドの演奏っていうのはそのよく聞こえないような感じの、聞き取りづらい感じになっちゃってて、全体のバランスとか全然わかんないんですよね。これで撮ってたやつ、まあ、仕方ないんだけど置いた位置が悪かった。でもこうやってその PA の近くというかね、バンドの近くで撮影してる映像を見ると、音声は結構バランスよく撮れてると思う。これかなり嬉しいお知らせです。音は良かったんだって。はい、お風呂にも入って、本日はもう終了しようと思っていたんですけれども、モンカちゃんからですね、お電話いただきまして、ちょっくら翻訳頼みますということで、一件それやって終わりにしようと思います。なんか東京に来てたみたいで、